2011年3月11日宮城県沖で発生した地震とそれに伴う津波により東北地方の太平洋沿岸部は大きな被害に見舞われました。こうした非常時に備え JAF では被災地での特殊作業に従事する特別支援隊員を全国で112名任命し大規模災害を想定した訓練を行っています。これまでも地震や集中豪雨の災害地域で被災車両の救援活動を行ってきました。3月16日に編成された第1期ロードサービス特別支援隊は中部本部、関西本部、そして東北本部の秋田、山形支部の隊員24名。災害地で活動するための装備を整え東日本大震災の被災地へと向かいました。ロードサービス特別支援隊は3月18日から東日本大震災の被災地での活動を開始。主に被害の大きい宮城県、岩手県の被災地を中心に救援活動を行いました。災害発生直後は津波に流された車が道路を塞ぎ緊急車両の通行を妨げていました。 JAF は自治体などの災害対策本部の要請に応じ被災車両の撤去や所有者のわからない被災車両を自治体が設置した保管場所に移動する作業に当たりました。そして活動開始から10日間で900台を超える車両の移動を行いました。被災地の主要道路が通行可能になり復旧が急速に進むにつれ自治体などからの車両移動の要請に加え被災された皆様からの救援依頼も増加してきました。津波で流されてしまった車両の移動や自走不可能な車両のディーラーへの搬送など日を追うごとに救援依頼の数が増えていきます。ロードサービス特別支援隊の活動開始から3ヶ月となる6月17日最後の派遣となった第6期支援隊の作業が終了しました。活動期間中合計156名の隊員が従事し4554件の作業を行いました。第1期24名、第2期28名、第3期38名、第4期32名、第5期28名、そして第6期6名のロードサービス特別支援隊員を派遣し、救援活動に当たりました。一方、震災から2ヶ月近くが経過し、被災して動けなくなった車両の移動依頼も徐々に減少してきた状況を受け、第5期支援隊は新たな被災支援として被災者が所有する車両の無料点検サービスを開始しました。JAF 東北本部、石巻基地および宮城県内の施設駐車場などに設けた会場で5月13日から28日の期間中に延べ334台の点検を行いました。そのうち 62.9% にあたる210台に不具合が認められました。中でも粉塵の影響によるワイパーの不具合が多く、津波などの冠水による警告灯の点灯や錆による異音など通常ではあまりない不具合が多く見られました。宮城県、岩手県での支援隊活動が落ち着きを見せる一方、6月に入ると福島県の原発事故警戒区域での支援活動が始まりました。活動内容は警戒区域内の住民の車両持ち出しへの協力です。地区ごとに分けられた住民の乗るバスそれぞれにサービスカーが同行し、持ち出す車両のトラブルに対応。警戒区域内の滞在時間に制限があることから、作業は10分以内に完了可能なバッテリー上がり、燃料の補給、タイヤのエア充填のみに限定して行われました。作業が完了し、警戒区域から出るときにはスクリーニング検査が行われます。2日間で持ち出した191台のうち半数以上の99台を JAF がサポートしました。 JAF では引き続きこの支援活動を続けていきます。給は徐々に進み、被災地の通行量も増加しています。多くの人々の生活の足として欠かせない自動車。 JAF では支援に向かう車両を含め、被災地における自動車ユーザーの安全と安心の確保に努めてまいります。